ウィーナーノイシュタットは、ニーダーエースターライヒ州の都市。ウィーンの南方に位置し、軍に属さない、検証都市である。また、ウィーナーノイシュタットラント軍の軍長が置かれている。直訳は、ウィーンの新しい町である。なお都市名は、標準ドイツ語では、ウィーナーノイシュタットに近い。1242年、ワールシュタットの戦いから、モンゴル帝国軍の死体がこの地の攻略戦に、 向けられていたが、カラコルムの工程、オゴタイの急止により、危機を免れた。1909年、市の北部に飛行場が完成。1911年に、オーストリア初となるフライトが行われた。第二次世界大戦では、オーストリア最大の爆撃を受けて、市の80%が破壊され、アメリカの爆撃で数千人の市民が死亡した。1946年、 町の復興のために、市当局は市民に自発的に協力するよう呼びかけた結果、数千トンの瓦礫が片付けられる。1955年、オーストリア国家条約が結ばれ、オーストリアが連合国の占領から完全に独立した時に、オーストリア最大の被害を受けた、この都市の復興事業も終わっていた。ありがとうございます。